よし、デンジャース取り締まるぜ、はい、今度こそおいっす、ああ締まってくださいよ。ね、俺らは何すればいいの？なんか適当にやってればよろしい。いる意味が雑だないる意味よろしいって言われた。よろしい、適当にやってたらよろしい。上から目線。適当にやってればね、適当にやっていいんだ。じゃあ、あー来た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 、これこれ。なんだなんだ、あいつの起伏感情の怖えよ。敵敵、あ、ブチーゾン来たの？来た。へー、鳴ってる音がどこだろう。なんか罠が置けない。なにこれ、散らばってんな、みんなって鳴ってるから。わ、来た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 のか来たのか。あ今年の流行のやつ。そう、2018年の流行語ね、今んとこの。そうそう、あ、来たのか。来てないわ。お、取り締まりが来てない。来てない時も言っていいんだ。お、来てないのか。取り締まりスティックもあんじゃん。どうしようかな。どっちにしようかな、取締り官とスティック。取締り官バット、まあ、いわゆるバット。意外と長いっすね。いわゆるバットね。取締り棒って言ってたのにな。英語だったら、その回多分使ってねえんだからいいだろう、もう。その話は。あ、すいません。え、ねえ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 、俺の情報いる？聞かせてくれ。聞かす？聞かす。聞かして。広い右のさ、この、うん、なんか牧草みたいなところがあるじゃん。牧草みたいな。あ、はいはいはい。納屋みたいな。うん、そこにね、ガソリンとバッテリーを置きました。おお。なんでそこに2つ置いたの？以上、さよなら。そこに集めた。もうダメ。誰かが追われてるから。一応取りに行こうかな。どうしよっかな。ただ今そこの近くらへんのキャンプのところにジェイソンがいるな。うん、あら、あ、ヒューズあった。どこヒューズ？とりあえず手つかずの家調べてるけど、ヒューズ見かけてないな。あれ、ないか。ピンクポリス、重大な報告があります。なんだ、言ってみろ。知りました。鼻声動物園。マジか、お前。なんか変な人がいたんす。早いよ。早すぎる。早いっすよ。誰かが即死するな。石田さんがもギャーとも言わず死にやがった。石田さんの死に方してる。たまに助けてくれって言ってたけどね。あ、ヒューズ、あの、でけえ家だ。2階建て。あ、でけえ家か。2階建ての裏。いや、でもジェイソンいるね。あ、マジ、あ、ほんとだ。ジェイソンの音する。あ、トランプ引っかかってる。何やってんだろう。静かに離れるか。どうしよっかな。あの、俺、お母さんいる。来るよね。お母さん来る。ヒューズ置きます。来るよね。ヒューズ置きます。あー、そっか、チャドか。それ来るよね、引っかかったら。え、ちょっと俺、直すこと試みてもいい？行きます？ちょっと、守りますよ。合流してもらっていいですか？あ、ごめん、もう終わったわ、俺も。ごめん、俺も終わったわ。あら。よし、行くぜ。いや、しょうもない、俺の死に方。ある。死ぬの早いな。ある。今マジしょうもなかった、今俺。ある。早いな、ミスんの、でも。あ、ナイスナイス。オッケー。電話なんか言ってたの？報告あります。なんだ、言ってみろ。ポリスになって帰ってきました。おお、ポリス。あいつポリス、あいつポリスではねえけど。ポリスじゃないよ。電話するぞ、電話するぞ。すげえ。うん、電話。俺もピンクポリスの端くれだから。とよし、赤パンダ変えてきてますから。うん、ピンクなの？ピンクなのか、これ。よし、ラジオつけちゃおう。カモフラージュしてどっか行くか。じゃあどうしようかな。どこ行こう。でもあんま行くとこもないよな。ああ、いいな、俺も踊りたい。ちょっとずるいぞ、お前一人だけ。いいだろ。えい、パーティーだぜ。楽しい。来ねえな、しかし。そうだね、来ないね。君でも来ればいいのに。うん、あ、姫が、姫聞こえたな。なんか追いかけられてるな。うん、まだ死んでいないのね。いや、この二人は絵になるな。いいですね。いいなぁ、やっぱ見てほしいね。うん、このためにこのゲームやってるとこあるからね。お、もしかして客人が来たのでは。あれ、まさか、まさか。確かに誰か近づいてるな。なんかチラ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 してる、なんかあそこでチラついてるぞ。やめろ、踊れないからって。トミー踊れないからって。なんか普通にここで待っててもいいのかな。来ないね。踊るのやめなさい。あー、消しやがった。母ちゃん、踊らないんだよ。母ちゃん、セーブしてねえんだよ。やめろよ。消されちまったよ。どうしよっか。なんもすることねえな。車直す？
することなくなっちゃったね。あ、車そうだな、結局あそこにガソリンとか置き去りなんだな。でバッテリー誰か持ち出してんのか。持ってるね。であそこで襲われてんな。そうだね、左の方で襲われてる。ちょっと助けに行くような距離でもないしな。ないね、うん、あー夢だけが聞こえてくる。やることねえな、しょうもねえな。ガソリン、キヨさん、キヨさん、あ、そっか、死んでるんだ、あの人。死者です、死者で、そして喋りもしないです。声が聞こえない、あれ、あ、バッテリーは持ってたのかも。バッテリーは誰か持ち出してるみたいだね。ガソリンだけある、ここに、うん、仕方ないな。ガソリンじゃちょっと護衛するか。あ、バッテリー入った、ツーシーターの方には。あれ、ツーシーターかよ、まだやってたんだ。まだやってるよ、バカ野郎お前。大忙しさ。おー、ツーシーターか。え、どっちがツーシーターなんだ。左の方でしょ。ポリス一応ちょっと これ持ってくれなさい。え、自由ですか。え、そんないいものを。斧の方持ってきます。取り締まりライフル持っちゃっていいんですか。暇ね、暇。取り締まりつけんない。このフライパンは取り締まり何なんですか。暇見とけ。来てるからもう。暇だよ。おし、取り締まりフライパン。俺たちは大忙しなんだ。あ、来てる。どこ。誰か一人死なねえかな。あー、ごめんなさい、俺の取り締まりフライパンで。取り締まりフライパンは無茶でしょ。つけただけじゃん。やってるよ、来いよ。取り締まりフライパン来てるよ、いいの。ゴーシゴー。あれ、おい、外しましたね。おお。武士にはまだ早いな、心臓を打ち抜いては今。いいですね、いいですね。取り締まりライフル扱いきれてなかったわ。そうだね、確かにまだ早かった。とりあえずあそこ行くか。あー、その斧俺のだぞ。おっと、危ねえ危ねえ。取り締まりどこだったフライパン。あ、入った。え、入ったフライパン。誰も見ていない、誰も見ていない。見てたよ俺。いやいや、換気しとこうと思って。やったー、俺のフライパン入ったぞ今。あー、壊してきたね。ガチさん死んだよね。あ、すいません。あれ、ガチさんが捕まってる、いつの間にか。ちょっと、お先失礼します。あ、もう死んでんのかこれ。あ、死んでる。もうダメだ、死んでたわ。みんなで逃げようって言ったじゃん。あ、気をつけて。調子乗って2発目入れたらスタンしなかった。外から出るしかないな。よし、乗っちゃったね。トミーもこれやばいか。あ、なんか真っ暗、あぶね。妙な高さ。この家使うしかないかな。あんなジャンプではない絶対。ここで一旦回復しよう。次誰死ぬんだろう。誰が死ぬかな。あと3人か。3人。キーブ殿と一緒にいるか。随分昇進してんだ。他の外国人じゃないですか。そっちは、そうだね。ジェニーが襲われてるんだな。そうだね、もう一人が襲われてる。ああ、あの一番遠いとこか。鍵さえ持ってきたら、ツーシーター、牛に乗れるよ。ああ、ほんとだ。鍵ねえな。いや、ああ、でも。あ、でも警察死刑じゃん。もうなんかサクッと脱出しちゃうよじゃん。大丈夫。そっか、警察来てんのか。そう、今の行動は無駄な行動だったからね、俺らの。何の戦いだったんだろう、あれ。そうだ、あとはもう逃げるだけだったのに。逃げに行けるか、あれ。無理だよな。いや、あの距離無理でしょ。あれは無理だと思うよ、多分。遠いもの。今、そうだね。いやー、戦おうとしてるもんだって、今。おっ、大丈夫。決断を。よし。いや、でもさすがにこの距離無理でしょ。無理言ったらバカでしょ、ね、でもそういうバカ俺は嫌いじゃないぜ。ケーブかっこいい。さすがポリス。そういうとこケーブのそういうとこ好きです。なんだあいつ、あんなイエスマンなんだ。全部先が読める人。うわあ、ダメだ、もう逃げるしかねえよ。ゲームだから出世できないんですよ。ナイフ、いて一目散に逃げてったな。使うか。入った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 。ゲームがいつもポケットに忍ばせてる。刺さったぜ。まさか本当に役に立つ時があるとはな。もしヘカモン、ヘカモンジェイソン、死ぬぞ。これね、ジェニーは逃げる気ないですね、これ。え、ないの？ないですね。ないよ。
あいつを逃がしたくて俺たちは頑張ってきたのに。そっちか。お大丈夫かな。あ、うまい、すごい、そんなところ行けるんだ。しちゃった。あ、お、あ、入った。取り締まり。当たった。よしよしよし。ナイス取り締まり。じゃあもう丸腰なんで。丸腰。丸腰なんで行きますよ私。お、アイテムを捨てて。うん、まあ、あんなとこに捨ててもしょうがないけど。デニー戻ったね、車に。あ、で、罠にかかった。わ、これ何したいんだ。車でだけ。ちょっとあのジェニーを見てたいな。何してんの。鍵あんのかな、鍵あんのかな。お、いや、これでなかったら、さすがに。さすがにある、うん。おう。あれでジェイが来ない。あれ、なんで来ないんだろう。ワープできなかったのかな、飛んだばっかりかな。結構難しいな、運転ここ。お、いい。お、でもいい運転。綺麗に行くの。すごい安全運転。あとは彼女の無事を祈るだけだな。そうだね。見守るわ。見守ろう。うん、応援しよう。頑張れ。頑張れ、ジェニー。頑張れ、ジェニー。ジェイソン、来い。ジェイソンが。あれ全然盛り上がる。まさか。あれまさか、ジェイソン。普通に終わるぞ。あ、お、お、お、あれでも来たのか。あれあれでも早っ。おぉ。早っ。早っ。かここ。行っちゃった。ジェイソンの行っちゃった感の後ろ。行っちゃった感、すごかった。あ、行っちゃったっていう。悲しいなぁ。いやぁ。まあまあ、まあまあ、ぼちぼちの出来だったな。完全にもう、ぼちぼちでしたよ。早々に死んでしまったからな。俺も意味わかんなく死んでしまったからな。これね、フライパンで殴りたいだけで死んでたもんね、ガチさん。そう、1回目見てなかったから2回目って思ったら2回目も見てなかったみたいだよね。逃げる準備してたからさ。完全に無駄死にです。うん、レベル2とかで、レベル2この人しましたっけ。この人レベル50だね。あ、この人50か。よく覚えてんな。いやいや、うわー、見てんだな。あ、もうジェイ来た、もうジェイ来た。人の自分より下だったら安心するもん。確かにね。ボンダ夏之助みたいなね、クラゼニの。自分相手の年俸が低かったら。難しい。クラゼニの話、多分通用する人ほとんどいない。本当一部の人しか通用しなそうだな。難しい例えしたね。相手のバッターの年俸の方が低いと、ちょっとテンション上がる。もうちょっと。これちょっとさ、ワンピースとかそこら辺で例えたけど、ワンピースでそんなキャラいないだろう。わかんないけどね。いて、いきなりジェイソンに悩みそうだった。落合くんの声優のね。落合福士のね。そう。ね、声優担当したね。そうそうそう。限界だ、グラゼニアはここで俺。もう広げれねえわ。そんなに広げなくていい。